通算180通目、島原市 S 様。長生き仏壇納入、お喜びの声、はがきいただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。お仏壇の販売が天職長田後期でございます。2023年、11月の17日、 金曜日、今ちょうど6時10分、外気は8度、雨は上がりました、朝動画でございます。ありがたいことにですね、これ通算180通目、霧のいいところですね、見てください、ほら。 こんな感じ、たくさんのお礼はがきをいただいております。もう本当にもうこれ宝物です。で、早速ですね、ちょっとご紹介させていただきます。えー、背景、この説は大変お世話になりました。令和5年9月の20日、テレビコマーシャル6年ほど前より、輪島漆器仏壇店 RKK5 の水戸公文を見ておりまして、えー 購入したくなり、えー、妻の入院とともに先を見て、突然熊本の地を訪問、テレビの品、百年仏壇、親子三代の商品をいただくこととなり、えー、その説は誠にありがとうございます。島原は仏壇、墓に金をかける風習ありました。えー、私は平、 平成14年の頃に、えー、600万円かけた墓は作りました。えー、先日、お仏壇持参いただき、感謝申し上げます、えー。どうかますますご発展をお願い申し上げます。ありがとうございます。もう島原からですね、わざわざですね、水戸公文のテレビショッピング。で、実はですね、こちらのお仏壇、 こちらは百年仏壇のもう一丁上のランクで、S 様は長生き仏壇、クジャクの錦巻絵ですね。九尺は縁起のいい鳥でございます。それを購入いただきました。ありがとうございます。大きな一軒の仏壇にですね、仏壇も綺麗ですね。お家も綺麗でございました。納入でございましたね。で、まあこういう形で,中でこれ、仏壇の中、LED 照明入ってますので、明るいですね。で、よっこらへ こちらですねはいこちらでございますこれはあのお仏具一式ですね仏壇も仏具も仏具も京づも座布団も全て日本製私は国産にこだわっておりますはいまあそういう形でですねありがたいことにですね輪島漆器の技術を生かした百年仏壇これは長生き仏壇ですけどねこの令和の名人仏師大坂四兄弟親方様が 輪島漆器の技術を活かして真心を込めて制作した仏壇です、えー。私の先代の父、初代社長、長田隆輪島漆器の販売職人をしておりました。ですからその父がですね、作り上げた素晴らしいお仏壇です。もう私はですね、 この仏壇販売が私の転職でございます。生涯をかけてですね、お客様にこの素晴らしいお仏壇をおすすめするのが私のですね、ライフワークでございます。 はい、まあ、すいません。ちょっと長くなりましたけどですね。180通目、お喜びの声、ハガキ、ありがとうございます。私の宝物です。えー、島原市の S 様、100年仏壇納入でございますえで。納入、感謝、手書きのハガキをいただきました。親子三代100年仏壇です。 長生きしてください。生涯現役。100歳まで、いや110歳まで、百獣の王になってください、イエスさん。ああ、もう本当です。100歳まで生涯現役、長生き仏壇。そのお喜びの声、はがきをいただきました。もうイエス様、誠にありがとうございます。心より熱くお礼を申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運終わってん お祈り申し上げます。